皆さんこんにちは。今日はキッチンのシンクの一番下、ここの引き出しを作っていきたいと思います。前の家ではこの下全部にダイソーの蓋付きケースを並べてキッチン雑貨を収納していたんですけど、動く範囲を狭くしたいので、この家ではこの引き出しだけで解決できるようにしていきたいと思います。そこで買ってきたのがセリアのストレージケース、M サイズと M サイズ幅広タイプです。まずはこちらを組み立てていきます。ではいろんなものを詰め替えていきます。まず排水口ネットです。続いてポリ袋は付属の中板をセットします。こちらは IKEA のジッパーパックですが、これも中板を挟んでおきましょう。で、もう在庫が少ないんですけど、ビニール手袋、メラミンスポンジも入れておきます。袋に30個入りだったんですけど全部入りました。まあ、本当は綺麗に並べた方がもっとちゃんと入ると思うんですけど、面倒なのでポンポン収納にします。で、こちらは水切りネットです。ケースもセリアのものですけど、こちらは最初から組み立てられていました。で、先ほどの M サイズと比べると大きさは同じなんですけど、このカットの部分が違います。で、こちらには割り箸を入れます。ストローも入れます。ペーパーナプキンです。はい、ではこちらをこのまま引き出しに入れていきます。スポンジと布巾もここにあった方が便利なので、こちらは以前使っていたダイソーのケースのまま蓋を外して入れておきたいと思います。ケースがもう一個置けるかな。あ、ぴったりでした。こちらは予備として一つ開けておきたいと思います。ということで、キッチンのシンクの一番下の引き出しが完成しました。このケースだと引き出しを開けただけで何がどこにあるか一目で分かり、いろんなものが取り出しやすいです。以前の収納方法は引き出しを開けた時にずらっとケースが並んでいるのが気持ちよかったんですけど、夫もよくお皿を洗ったりキッチンの片付けをしてくれているので、引き出しを開けてまたケースの蓋を開けてというその手間をなくしたくて、今回はこちらのケースを採用しました。で、まだいくつかご紹介できていない引き出しもあるんですけど、必ず動画にするので待っていてください。今日はこんな感じで終わります。
最後までご視聴ありがとうございました。